あのね、あった。ああ、これは今ですね、ちょっとすら見えてるのが心配だけども、古い知人がですね、最近テラミナスさん元気ないじゃないかということでね、差し入れ持ってきたからこれで元気出せってことでいただいたんで、それよりですね、掃除をしていたら女の子が出てきました。はい、こちらはですね、もう知る人ぞ知るご存知、バトラの幼虫ですね。かっこいいですね、これね。なんかもうこのまま、なんか仮面ライダーになりそうですね。シントーみたいな。こういう感じです。後ろから見たら可愛いですね。で、こちらがですね、これね、未開の惑星プラネットのあの住人の皆さんかなっていう風に見えるとは思うんですけども、それにしちゃ足が短くて手が短いでしょ？これ実はですね、ゼットンさんなんですね。いい具合にね、このおっぱいのところがこう色こうなっちゃったもんですからね。その棚の上にですね、テラミナスの怪獣コーナーございまして、そちらにね、バトラさんがいないですね。戻っていただきましょう。で、ゼットンさんはね、そこのコーナーにはもちろんいませんので、どっかいなくなってもらってもいいかなと思いますけども、早く食べてねって言われてたのはこれですかね。はい、やっぱりそうですね。ハーゲンダッツの栗。タイムラインでしかもちろん見たことありませんよ。だってね、テラミナスさん全果物の中で栗は1億番目に好きですからね。白いですね。チョンボにも見えるし、マトリオシカにも見えますね。ちょっとここのところあれかな？こう、このスプーンでやったらちょっと埴輪っぽくなりましたね。しかも目つきがいいですね。何見とんじゃい、栗。じゃあいただいてみるね。せっかくだから。いただきます。美味しいハーゲンダッツさんのですね、バニラの風味の中にも真剣に入り込んでくれた栗っていうのがやっぱありがたいですね。やっぱバニラ部分のうまさはさすがだな。何の味もしなくなります。おぉ、すっげえ。鼻をつまんで食べると、つまみを外した途端にもう襲われますね。この時点では味はしません。やっぱりいいですね、ハーゲンダッツさん。他のも見てみようか。これタケノコの里、まろやか、さあ、ビジュアルはこうです。斜めにするとね、意外と可愛い。スライムつむりみたいでね。ところがね。うまいな。何ですかね。お、マロンちゃんいいな、名前もね。たくさん栽培したい感じになってきましたね。マロンちゃんがたくさん栽培したいって言うとなんか、栽培マン思い出しちゃうね。ドラゴンボールとかさ、スターウォーズとかさ、なのでさ、こう、木っていうのが出てくるじゃないですか。気候？オーロラみたいな表現されたりするけど、竹は木じゃないです。皆さんフォースって鍛えてますか？あれでしょ、日常の中で鍛えようと思うと結構難しいでしょ、木は。こういう弾みたいなのがブンブン飛んでさ、こういう道具でさ、木を鍛えるみたいなの。ああいう道具がないでしょ、みんなの家に。テラミナスさんは木は鍛えてます。マロンの味全くしなくて最高これ。なんか普通に通りがあったらさ、歩くじゃないですか。おはようございます、みたいな感じで。ご主人落ちてないかなー、みたいな感じで歩くじゃないですか。向こうからの紳士とかご婦人がこう歩いてくるっていう場合あるね。同じ線路上を歩いてきてんじゃないかっていう、こう、クレ線で言ったらさ、これどっかの駅で入れ違わないと危ないぜっていう、そういう事態ってあるじゃないですか。こいつは木を鍛え違いがあるなって思った人に対してはもう自動的に短時間ではありますけども道場が始まるんです。その瞬間にもう僕はパタバンになりますから。マスターはですね、目をね、この釘付けにするんですね。この状態ではですね、このパダワンの方からすると、マスターが右に行くのか、左に行くのか、全然わかりません。普通でしたらですね、この方の、こういう目線でわかるんです。あ、こっち行きますよ、みたいな。でピッとこうなったら、あー、じゃあ僕こっちですね、みたいな。マスターは、ね、目線をピッと合わしてきますから、どんどん迫ってくるんですけど、目線全く反らしませんから。未熟なパダワンやクリリンはですね、こう、バーン。一体彼彼女は、ね、こっち行きたいのか、こっち行きたいのかっていうのはですね、もうあと知るすべっていうのは目線とかないですから、まあ、あと木しかないわけです。で、木を読むんです。右か、あー、左か、あー、違ったみたいな。皆さんもね、マスターに出会ったらですね、ぜひ木のですね、特訓をしてね、クリリンのことかっていう叫ぶ前にですね、何とか事態を解決できるまでに、もう木の訓練をね、されるといいと思いますよ。ということで、ちょっともう中ではドロドロになってるような感じがしますけども、ありがとうね、ハーゲンダッツの、あれです。ごちそうさまでした。この訓練本当かって思われると思うんですけど、実際猫なんか思い浮かべてみてくださいよ。あんなちっちゃくてあんな遠くにいても、目がこっちにビシッと合った瞬間にさ、もう目線の羽交い締めになって、そう緊張感が出るわけじゃないですか。濃厚なやつ。こういうなんかアリエッティのお布団みたいな。いただきます。そんなには来ないね。まあ、やっぱりいるいる。そういうこと考えると、この、うわ、この味のクオリティ再現度ってすごいね。さすがハーゲンダッツだ。ダウン、ワン、ファイト。あ
今相打ちっていう感じだけど、どっちかって言ったらバトラーが勝ったね。